A トレーンはアメリカ合衆国とフランス、日本によって行われている地球観測衛星の衛星コンステレーション。当初は計7機を予定していたが追加2機、失敗2機、離脱1機により現在の A トレーンは6機からなる。多数の観測装置を搭載するには大型衛星が必要となるが代わりに多数の衛星を同じ軌道に投入することにより同様の機能を 実現させている。A トレーンは高度6 9 0キロメートルの太陽同期軌道を周回する。この軌道は赤道を通過する時刻が地方時の13時30分頃になるように調整されている。この特徴は本ミッションの名称、The Afternoon Constellation の由来ともなっているの意味。なお、パラソルはフランス、グコム W1 は日本、他は全てアメリカ側の衛星である。 これら人工衛星群は互いに数分ほどの時間差で同じ軌道を周回しているので集合的観測データによって地球の大気や地表の高精度な三次元画像が作成される。運用しているのは計6期。ありがとうございます。